どうもクラゲピザ松丸です。ワクワク鈴木ランド開園、鈴木です。まだ名前言ってないから。いや、鈴木がいつ来るかなって。まだワクワク鈴木ランドが開園したから、まだ鈴木ですは言ってないから。俺そのままだと鈴木ランドになっちゃうから。今じゃあ鈴木ランドさんで。鈴木です。さあ始まりました、クラゲピザの演習弁講座祭りで。やいそ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 、間で挟むからそればっかんなんだよ。僕がですね、はい、出身の静岡県浜松市には、はい、演習弁っていう方言があるんですけども、はい、前回、その中の演習弁で、うん、こういうものがありますよっていうのを、紹介させていただきました。下手くそか YouTube。 よいしょじゃない。音も入れるけど、じゃない。でね、やっぱね、演習弁がね、愛してる皆さんからもね、リアクションいただいたりとか、知らない人たちもね、反応してくれてね、本当にね、毎回毎回嬉しいや、ありがとね、本当にね、どう嬉しいでね。で、今日はですね、はい、モノ編っていうことで、モノ、うん、前回は、まあ、動作のものだったりとかをちょっと紹介させてもらったんですけど、うん、ものにも、うん、その演習弁の独特な表現の仕方っていうのがあるので、うんうん、今回はそれをクイズにして、うん、鈴木くんに、考えてもらえればいいなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。まつりでやいそやいそやいそ、朝までやいそやいそやいそ、じゃあまずその1なんですけども、はい、ジョン・ジョー。え？ジョン・ジョーです。ジョン・ジョー。で、ものです。ものの中のものです。あれですか、ブラジルとかの左サイドバックの人ですか？ジョン・ジョー。選手名ではないです。選手名です。選手名ではないです。すごい攻撃的なサイドバックじゃないですか、ね。え、ジョン・ジョー？ジョン・ジョーです。うん。ドジョー？ああ、ドジョーって、生き物の。誰がこっちのその土の方の土壌を言うんだよ。水の水の中の水のって水の生物の水のってなんだよ。生き物の土壌。生き物とかではないです。土壌すくいの土壌。生き物とかではないです。ジョンジョー。じゃあヒント、身につけるもの。ジョンジョーを身につけてるの。ジョンジョー、うん、メガネ。ブッ、あれあれいいジョンジョーだね。バック。ブッ、あれ、かわいいジョンジョー履いてるね。かわいいジョンジョー履いてる。履いてる？うん。もう見てる、知ってる人だったら、もう何とろくさいことやってる。長靴？え？長靴？あー、まあ、そうです。まあまあまあ、そうですっていうか、履くものではあります。ジョンジョー履いて、セッタ。あ、まあまあまあ、ほぼ正解です。草履とかサンダルのことを、ジョンジョーって言うんですよ。クロックスのジョンジョー。クロックスもジョンジョー、ジョンジョーには入るんじゃないかな。そうそうそう、あれもだってそっちのものだもんね。そうだから、クロックスがもう何年も出て流行ってるじゃんか、うんうん、でもそれがもし出始めの時だったら、ね、その見たことない人が見たら、何そのジョンジョー、どうしゃれじゃんって言ってた可能性はあると思う、うん、これはもう、これは俺も好きなものというか、うん、好きな表現で、うん、これは東京に出てきこっちでしか使わない言葉だったんだっていうので、うんうんうん、好きな言葉というか、うんうんうん、独特だなって思ったやつですね、うんうん、じゃあ行きます。はい。線引き。定規でしょ。お、線引きは合ってる。合ってんのかい。合ってる。合ってんのかい。よくわかったね、すぐ。あ、でもニュアンスが違うんだね。線引き。あ、そのまんま言うんだ。定規を使って、うん、授業しますって言うじゃんか、うん、定規出してください、うん、線引き出してって言うよ。線引き、線引き、まあ、伝わりはするね。そう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 、今まで何個か言ってた中では一番伝わりはする、うん、かりやすかった、うん、祭りでやいそやいそやいそ、朝までやいそやいそやいそ。これはまあ、ジョン・ジョーに次ぐ難しさがあると思います、うん、蹴った。蹴った。まあ、蹴った、蹴った。あれ、聞いたことあるかも。名古屋とかでもその言い回し言う。多分そっち側の人たちも使うと思う。要は、まあ、東海地域の方の使う場所は他にもあると思う。うん、うんうんうん。浜松がもともとちょっとそっち寄りの地域だから、うんうんうん、そうそうそう。蹴った。ロボットでしょ？ん？
ロボットでしょ。あ、ゲッターロボットっていう話をされまくってるでしょ。それは多分ゲッターはすいません、うん、僕ははいこれだと思うものを言わせていただきますよ。え、ズバリ、もうボケなしでいきたいと思います。ズバリ当ててください。自転車。正解。すごい、まあ、ちょっと知ってるんだ。いやでも多分ね、うん、あのそういう方言とかの番組とかをやってる時に、うんうん、あの名古屋とかの人は多分ケッタマシン、うん、そう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 それでなんとなく聞いたことありました。そう、うん、正解。いやでもなんかこう、うん、その分かりやすい言葉と、え、だから、うん、花火大会行くときはケッタ乗ってジョジョ入っていくみたいなことまあもう中学生とか高校生だったらそうかもしれないね。ケッタ乗ってジョジョ入って線引き持っていく感じ。線引き持っていく。なんで線引き持ってるの。明日のテストのためにやらない。なんでそいつ花火大会上下持ってってるの。怖いな。まあでは他にも、まだまだいくつかあると思いますので、また、タイミングで紹介していきたいなと思います。またね、あの見てるみんなもね、高評価とチャンネル登録者数増やしていきたいもんで、よろしく頼むに。やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。また見てねー。